周辺阿波島は、広島県竹原市沖に浮かぶ無人島である。本州竹原市高崎沖に浮かぶ無人島。住所表示は、郵便番号729-2313広島県竹原市高崎町。南が大崎上島、幾野島、佐組島、東が大久野島及び小久野島になる。 面積0.53平方キロメートル、周囲約3キロメートル。最高峰は約100メートル。南北2つの山系で2分されている。全て民有地。昔は農地があったが、現在は存在していない。島の東西をつなぐトンネルがある。島の南端である白花岩を中心とした半径1.5キロメートルの海域は、 スナメリ海遊海面として1930年国の天然記念物に指定されている。島の北端では、アワ島遺跡と呼ばれる方眼地が発見されている。島の南側ではかつて、スナメリアジロ漁あるいはゼゴンドウ漁と呼ばれた特殊漁が行われていた。1月から3月にかけて繁殖のためこの付近にスナメリがやってきて、 その際に追われたイカナゴを食べようと海底に潜んでいたタイやスズキが上がってきたところを釣り上げる漁法である。短期間で高収入を得ることができたことから漁師たちはその目印となったスナメリを感謝敬愛したという。島の南の白花岩にはスナメリを祀る少子が混流されている。 昭和初期時点で確実に海域で見ることができたが、スナメリ自体を捕獲するものが出てきたことなどから、保護のため1930年国の天然記念物に指定された。登録した昭和初期時点で、数十頭による群営を見ることができたという。現在では、イカナゴの減少に伴って、スナメリの海遊も激減したことから、スナメリ漁法は消滅している。 スナメリ自体も1980年代以降減少し、1997年環境庁による聞き取り調査では、広島県内で2回のみしか見ることができなかった。太平洋戦争中、この島には、広島陸軍兵器補給所をただの海文章を和と出張所が置かれた。この島の東側の多くの島で、大日本帝国陸軍により毒ガスが作られており、 その保管場所としてこの島の中央付近に倉庫が作られたのである。具体的には、チビダンと呼ばれた液体生産入り手投げ丸瓶と赤塔と呼ばれた託ャ未在であり、終戦時には大小赤塔が9万本近く保管されていた。これらは終戦後、多くの塔に集められて処理されたか、あるいはこの島で焼却及び埋設処分されたという。 1976年証言を受けて、環境庁により現地調査が行われたが、埋設場所とされていたところで、毒ガス弾は発見されず、2004年には地下水調査、2005年に大気及び土壌調査が行われたところ、毒ガス成分は発見されなかった。戦後、農地として用いられていたが現在ではそれも止めている。本州と大崎上島を結ぶ大崎上島。 架橋構想ではこの島がそのルートの一つとなっている。ありがとうございます。